が、お調おで始めていきましょう、えっと。コミュニティビルディングワークショップジャパンの第3回目なのかなはい。もう始めたいと思います。えっと、今回は WP20 周チャレンジで、もっとワードプレイスに関わってみようっていう兄弟で、えっと、迎え。 やっていこうと思っています。で、えっと、まあ、それをやっていく前に、まあ、毎度のことになるんですけど、イベント参加におけるお願い歓迎されることを改めてみんなで確認しつつ、えっと、まあ、一通りやっていったら、まあ、本編の方に入っていきたいと思います。まず、えっと、まあ、お願い歓迎されることっていうことで、雰囲気の良い、誰も受け入れる環境を全員で座っていきましょう。と思いやりを持ち、 お互いを尊重し、協力的に行動しましょう。と、また、品位のない差別的、迷惑な行為や発言はついてめましょう。で、周辺や他の参加者に気を配りましょう。で、危険な状況や誰かが困っていることに気づいたら、イベント運営者に知らせましょう。で、GPL を含めた、ワードプレスオープンソースプロジェクトの原則を守ること。そして、できる範囲で、 発言や反応をして能動的に参加しましょう。今後のイベントの企画に参加していただくのも大歓迎です。ということで、えっと、まあ、いつも通りなんですけれども、あの、普通にしてたら多分大丈夫だと思います。はい。そして今日のアジェンダなんですが、まあ、今やってるのがこの概要紹介なんですけど、 その後に自己紹介タイムといって、まあ、別途時間取らずにちょっとテキストチャットでやっていくので、もう今から、あの、打ってもらってもいいんですけど、そあそれをやりつつ、えっと、運営からのお知らせをして、えっと、本編の方で継続チャレンジの、えっと、ま、概要であったり、えっと、まあ、その途中でみんなで写真撮って、えっと、今度は皆さんで、 チャレンジをどうしていくっていうディスカッションをしていくっていう流れになります。はい。で、コミュニティビルディングワークショップとは何かっていうところを簡単に説明をします。とまあ、このワークショップはと、コミュニティスキルを一緒に学ぶワークショップで、と今の WordPress のコミュニティグループでの動きだったり、えっと、ミートアップグループの再活性化、 役割の名所や担当範囲の変更だったりを、えっと、学んだり、次世代のイベントの試みをしていくとものになります。で、日本のコミュニティをより良い方向性を一緒に模索し、一緒に作っていこうっていう考えのもと、開催になりました。一緒に作っていきたいので、 えっと、これはもうなんか誰かが喋っ誰かがずっと聞いてるっていう形式じゃなくて、こうみんなでやっていくワークショップっていう形をとっています。あ、それやと次ですわ。で、6ヶ月間に月に1回の特定のトピックを設けて、まあそれに対してみんなでワークショップをしていこうっていうところになっていて、で、えっと、まあ学びとか、なれちを共有していく、こう連続性のあるイベントなんですけれども、まあ全員参加しなくても、 大丈夫です。僕もちょっと先月は用事があってちょっと参加できなかったりもしたので、まあ、それでもあの気軽に参加できる場であってほしいと思っています。で、こんな方の参加を想定しますということで、まあ、今、ミートアップでオーガナイザーを、あーっ共同オーガナイザーをしている方を、や、あとまあ、今後、ミートアップを開催したいなと思っている人だったり、あとまあ、またちょっと、えーっと まあ一歩踏み出すんだけど、ミートアップの面に興味がある人だったり、まあ、もちろんワードプレイスが好きな人面、ね、いたらぜひお誘いしてください。はい、そして、このワークショップをえっとやっているのが、えっと、こちらの面々になります。えっと、今、背景に、あの青い背景になっている人が、そうなんですけど、高野直子さんで、中川純子さんで僕、 で、まあ、でやっってていますして、えっと、ますすしの人おり今は4人でやってるんですけど、まあ、今後、えっと、運営をやっていくだったり、えっと、こうワークショップを続けていくなって、もしあの興味がある方とか、えっと、発表したいなと思ってる人とかも、あのぜひぜひ、えっと、声をかけていただければ、みんなで作っていきたいなと思っております。はい。で 今、やって、こう、3回やってるんです。三回目なんですけど、今後のトピックの予定としては、メイクワードプレスコミュニティチームの参加方法であったり、登壇者のダイバーシティ、コミュニティ運営にオープンソースの手法を応援するには、だったり、行動規範はなぜ必要なのかっていうのを考えてはいるんですが、もしもなんか、ここでなんか取り上げてほしいっていうのが、なんかこう、アイデアとかトピックがあれば、ぜひ、えっと、運営の はい。あの、僕らに教えていただければと思います。はい。で、あの、まあ、これ今、ズームなので、あの、チャットだったりで、気軽にあの質問だったり、あの、うま、コミュニケーション、みんなに取ったりしてもらっても大丈夫です。あの、今日ね、声出せない方とか、あの、おかわりしてない方とかもいらっしゃるので、もうそういう方は全然チャットで、どんどんやっていただければと思います。そして、えっと、一応、あの、X とかで、あの、ハッシュタグ、 CBWJ で、えっと、<あ>松つ役やくと。<あ>んなんか持ちったん,ん,しんあ、多分入られた方のマイクがオンになっていたっぽいので、<ー>ミュートにしました。はーい。ああ、すいません。ちょっとね、気になっちゃうん、ね、で、<laughs> 全然いいんですけど。<laughs> はい。なので、あのそこでつぶえってなったら、こう、まあ、 みんなが見れたりだとか、あの、僕らが拾ったりもできると思うので、まあ、ぜひぜひ連いてもらうと、まあ、これをやってるってことは外に出るんでね、大歓迎です。はい。そしてオンライン開催に関して、ちょっと注意点がありまして、もし不快な行為とかを見かけたら、あの、運営者に、プライベートメッセージ、そうですね、あの、このチャットでもいいですし、チャ,チャットで、なんかプライベートで、 あの、送信する機能もあるので、それでやってもいいですし、えっ、ー、と、まあ、この後、あのー、ちょっとご紹介するんですけど、えっ、ー、と、まあ、スラックの方とかでも、あの、プライベートメッセージとかでも全然いいですし、あの、そういうので、お声掛けしていただければと思います。で、今、運営者の方に運営はついてますっていうけど、僕がついてないんで、後でつけますね。はい。で、<laughs> イベント終了後の連絡は meetup.com のメッセージ送信からぜひ,ぜひ送っていただければと思います。<laughs> はい、あのーまあ、ここであのみんなであのすることいすっはしたくてチャットでと自己紹介をぜひしてください。あのーまあ、ちょっと知っ ている方もいらっしゃると思いますが、まあ、初めて参加された方だったり、もしかしたらもうこの人知らないとかもあるかもしれないのでと、名前、まあ、通称でも大丈夫です。みんなが分かる名前とか、えっとまあ、何やってるだとか、えー、超能力が使えるとしたら何がいいですかその理由は何これびっくりしわようま今。えっとまあ、そういうなんかこう面白いことを書いてくれればあの、みんなが反応してくれると思いますので。 自己紹介書いてください。そして、えっと、運営からお知らせがあります。はい、まず一つ目、ウェブサイトができました、えっと。まだこう、ちょっと未完成なところもあるんですが、一応サイトとして、えっと、wordpress.org の方に、えっと、ウェブサイトを設けていますので、そちらにイベントレポートだったり、次の あの話題のことだったりを書いていこうと思います。もしなんかこう、このサイトを編集するの手伝ってくれるとかいう人がいたら、手を挙げてくれたらめっちゃ嬉しいです。はい。そしてもう一つ。えっと、ワードフラップに CBWJ っていう、えっと、チャンネルを作っています。今ここ誰も書いてないんですけど、 と、なんかこう、こういうことをやったらいいんじゃないかとか、アイデア書いたりだとか、まあ、普通にあのコミュニケーションしていただいてもいいですし、えっと、まず、あ、この、OBT b ティ l d i ディングワークショップジャパンの、えっと、なんだろう、こういろいろ、に関していろいろこう書いていただければと思っています。はい。 と,ところかなって、早速ちょっとまあ本編の方に行こうと思ってます。で今回、WP20 周チャレンジっていうことなので、まあ、継続チャレンジってなんぞやっていうところを、えナオさんの方から説明いただきたいと思います。よろしくお願いします。はい。えっ、ー、と、とっとっとっと、すいません <laughs>、えー。まずですね、今日は、 えー、WP20 週チャレンジっていうのがあるんですけども、まあその前にな、じゃあ継続のチャレンジって何みたいな話をしてみたいと思います。この話が出てきた、あの、関係についてはまた次のに、あの、次、戸田さんが説明されるんですけども、あの、まずは、あの、つまり継続のチャレンジって例えばどんなのがあるのってことで、えー、一般的な話をしてみたいと思います。えー、この、 アイディアが出てきたのは、実は私と娘がですね、えー、この YouTuber の、<laughs> 子供の YouTuber のチャンネルでに24時間チャレンジっていうのがあるんですけども、まあ24時間、なんかなんとかをしちゃいけないとか、なんとかの中で過ごさなきゃいけないみたいな、そういう制限があって、あの、チャレンジがあって、まあ楽しんでるみたいなのがあったので、えー、それがちょっと思いついたんですけども、他にもですね、まあ、あの、例えばこのアプリでミンチャレっていうのがあって、えー、ダイエットとか、 まあ、わかんないですけど、禁酒とか <laughs>、あの、何か、えー、勉強とか、そういうのを一緒にやったりとかしてる人もいますし、えー、私は個人的にはですね、ジョーリングっていう、あの、言語のアプリをやって、ここでスペイン語を勉強してるんですけども、えー、毎日継続して、まあ、5分とかなんですけども、1000、えー、今、1147日、えー、コロナの頃からやっております。そんな感じで、まあ、あの、 チリも積まればじゃないですけど、まあ、2四時間っていうのがあったり、1日5分で何年間とかがあったり、まあ、あの、徐々に続けていくことで、何かゴールを達成しようじゃないかっていう話になります。えー、他にですね、まあ、あの、皆さんご存知かわからないんですけども、えー、英語圏ではたまに見るんですけども、100日間、毎日、何かの、こう、コーディングスキルを身につけようっていうことで、えー 100 days of code っていうチャレンジがあって、えー、これはまあ、ルールがすごいシンプルで、ここのスクリーンショットにもあるんですけれども、えー、毎日何か、えー、1時間あの、<laughs> シンプルな割に結構1時間って結構重いかもしれないんですけども、100日間、毎日1時間何かを、えー、コーディングして、それをツイートしようっていう、その2つだけのシンプルな えー、チャレンジだったりします。でもこれで結構続けてて、100日経って仕事を転職したとかいう人がいたりもしますし、えー、結構パワフルなんじゃないかなと思います。えー、他にで,ですね、教えてもらったのが私は知らなかったんですけども、365日、毎日何かのテーマで写真を撮るっていうチャレンジもあったりします。 えー、まあいっぱいあるみたいなんですけども、この、えー、キーワードを調べてみると、まあ、自分の好きなサイトがやってるのに、えー、参加してそこのハッシュタグを使ったりとか、まあ、テーマとかも決まっていたり、まあ、自分で選んだり、そういうのもあるみたいなんですけども、まあ、何らかの、あの、 まあ、多くの場合はハッシュタグとか、他の人と一緒にやったりとか、そういうことを通して、あの、続けていくモチベーションを上げるために、何かこう、チャレンジをしようっていう、そういう話ですね。なので、あの、別にそれが何か決まった形っていうわけではないんですけれども、こういうフレームワークを、あの、減ることによって、ちょっとモチベーションが上がるし、自分もできるんじゃないかなということで、えー、その仕組みを作れれば、ということで考えてみました。 ということで、これがまあ一般的ないわゆる継続チャレンジの例ということです。はい、それでは次。野田さん、どうぞ。はい、どうもどうも、えー。はい、で、その中で僕らもその WP20 周チャレンジっていうのをやってみると面白いんじゃないかなっていう、4人で話し合った結果、えー、なりまして、まあやってみようよという感じになりました。 でまあ、どんなチャレンジがあるのかっていうところで考えたときに、結構その学習系、さっきもあったように、100Days of Code Challenges とかみたいに、何かを習得しようっていうのもあったりする中で、じゃあどんなのがあるかなって考えたときに、じゃあ英語で wordpress.tv の動画を見て、初見の英単語をメモして習得してみようとか、新しいプラグインを試してみようとか、いろいろあるんですよね。 で、そのな、それ以外に制作系とか発信系で、えー、週1回ブログを必ず書いてみようとか。サイトエディターを使ったテーマを20個作ってみようとか。これはちょっと結構ハードル高いかなと思うんですけど、まあ、テーマを作ってみようとか。あとは、えー、っと、20ページのサイトを毎週1ページ作っていって、最終的に出来上がるみたいなのも面白いかな、みたいな。あとは、まあ、ブログテーマ作ってみるとかも、その制作、発信していくっていうのでも面白いのかな。 で、それ以外に、まあみんなワードプレスに関わる中で、えっ、ー、と、OSS 活動、オープンソースの、オープンソースプロジェクトに何か、えー、貢献する活動を続けるっていうことを20週間続けてみるのも面白いかなと思って、例えば週1回サポートフォーラムで回答するだとか、えー、毎週1つずつドキュメントを翻訳してみるとか、えー、写真を撮ってフォトディレクトリにアップロードしてみるとか、まあいろいろあるのかなっていうのも僕らの中では、 えー、ちょっと考えてみました。もちろんこの中じゃなくてもいいんですけど、まあこういうのが例としてあるんじゃないかなっていうふうになりました。で、じゃそもそもチャレンジって何だっていうのと、なんでこれを考えたのかっていうのなんですけども、そもそも世の中に別に WP20 週チャレンジっていうのが正式にあるっていうわけではなく、純粋に僕ら4人が今回やってみようよっていう感じで、えー、考えました。 で、じゃあ何でかって考えたときに学びやスキルビルディングには実践、やっぱり自分でインプットだけじゃなくてアウトプットも繰り返すことによって、えー、習得できると思うので実践、えー、実際に手を動かすことが大事だなと思ったのでやってみようかっていうふうになり、あとみんなでやっぱり一緒にやるって楽しいなっていうのが。 あるんですね。やっぱり一人で黙々やってるのも楽しいけれども、誰かと一緒に20週間一緒に取り組んでる、取り組んでるんだって思うだけでもモチベーション上がるかもしれないし、自分がやってる中で他の人も頑張ってるなって思うとなんかこう、励みになるというか、かなと思って、まあそれ楽しいだろうなっていうのがあります。で、実は20週間、もう結構お知らせとかを見ている人もいるかもしれないですけど、20週間後、多分は、 えっと、ワードキャンプ関西が開催されるんですね。なので、まあ、20週間後にもし、まあ、まだね、チケット情報とか何も出てないんでわからないんですけれども、もしワードキャンプ関西に参加する人がいたりとかしたら、対面で、こういうのやったんですよね、みたいな感じで、一緒になんか共有し合えると、それもそれで楽しいのかな。または僕らがまたこのコミュニティビルディングワークショップジャパンで20週間後に、みんな、どんなことやりました っていうのを聞くのも面白いかなと思って、今回は、えー、やってみようっていう僕らからのご提案です。で、じゃあ、そんなこと言ってる4名は何やるんですかってみんな多分思ったと思うんですよね。きあの4名皆さん提案だけで皆さんをやらないんですかって思われちゃっと怖いので、一応僕らも 考えています、えー、僕が読み上げていいのか分かんないですけど、なおさんがミートアップオーガナイザーと毎週1回話す。まあ、インタビュー形式なのかどうなのか分からないけど、えー、話すという、えー、目標を立てて。えー、で、ユ子さん、ヌかがさんは英語で動画を見て新しいフレーズを1つメモする。まあ、英語の学習ですね。継続的に学習を続けよう。で さ3が使ってないドメインを使ってワードプレスサイトにコンテンツを入れたり、体裁を整えるアップデートをする。まあ、自分で実際にドサイトを作ってみて、20週間後には、まあ、公開、晴れてできましたって言えるようにしたいなっていうところ。まあ、発信系の一つですね。で、僕、えー、修正は、えー、っと、毎週新しい写真を撮る。 で、その撮った写真を、ワ、えードプレスにはフォトディレクトリーというのがあるんですけれども、そこにアップロードする。なので、20週間後には最低でも20枚新しい写真がアップできているといいのかなと思っています。で、僕とぬかがさんのところには、カッコ、ワードキャンプアジアを頑張るって書いてあるんですけれども、<laughs> ちょうどこれもね、20週間後ぐらいなんですけれども、ワードキャンプアジアっていうのが台北、台湾台北で開催されるので、僕とぬかがさんは、 それの実行委員もやってるので、まあ、継続チャレンジという感じなのかなわかんないけど、20週間頑張りますっていう感じで、我々4人は考えています。はい。という感じが、僕らから提案する WP20 週チャレンジなんですが、この後、じゃあどうしたらいいのと,と思っている人もいると思うので、ディスカッションタイムを設けたいなと思うんですけれども、その前に、ゴーテンさんにまたマイクを。 戻します。はい。皆さん、ありがとうございます。まあ、あれですよね。こう、声、声に出すっていうか、宣言することで、モチベーションが保てるかなっていうのも、ちょっとあるので、こう、みんなで、やっていったら、いいかなって思うんですが、まあ、ちょっとそれをディスカッションする前に、 みんなで先に記念撮影をしたいと思ってます。あの一番最後のところになると、あのー、ちょっとねあのもう、いなくなっちゃったりする人とかがいらっしゃったりするので、みんながいるうちに撮っておきたいなと思ってます。カメラをオンにできる方は、ぜひしていただいて、ちょっとみんなで写真を撮りましょう。1回あれですよ、ね、スライドえ、今日言ってもらって。 これ誰が取るんだえ誰が取るのあ、俺が取るのちょっと待って、今、取り方をめっちゃ忘れたから、誰か取ってくんない取りましょうか<や>もういいですかあ,あ、じゃあ,じゃあ、お願いします。<laughs> ありがとう。ちょっとっ、ね、もういいかなはい。 我々の勉強会は別になんかあれなんですよね。うん、多分マークみたいなもないんですよね。うん、特にないですね。C?PC でも W でも C でも何でもいいんですけどしてもらって。いきますよ。みんな画面じゃなくて自分のパソコンだったらパソコンのカメラ、外部モニターだったら外部モニターについてるカメラを見てくださいね。中川さん、カメラ見てください、ね。よ <laughs> しよ。はい、チーズ。 もう一枚取ります。座、はい、って。えー、っと、どこだたまた。いきますよ。いきますよ。ますよ。はい。チーズ。OK です。ありがとうございます。あ,ありがとうございます。またスライドを出せばいいですかね。いや、もうそのままディスカッションに入っていくので、うん。 ブレイカープローム作っちゃってやっていこうかなと。で、あれですよね。ここで一回録画を止めます。めたいんだけど、録画のボタンがありません。僕の画面。